身分屋のおじさまへ。何度も考えましたが、私にはどうしても彼を害することができそうもありません。許されないとは思いますが、お許しください。あの人の眼差しを思うたび、私は思うのです。世界は変わることこそ望んでいるのではないかと。痛みに苦しみのたうちながら、それでも何かを目指しているのではないかと。また新しい職が始まりました。私はこれより戦いに参ります。人が来たわね。いえ、人ですらない。悲しみの聖戦の時、太古の民族が人間から魔導兵器を作ることを思いついたわ。感情を排除し、あらゆる魔法にかからない人であって人でない悪しき兵器。いや、違うか。兵器はそんな表情しないもの。兵器で居続けることができたのなら、どれだけ幸せだったことか。兵器であればこの胸痛まなくても済んだ。手加減はしないわ。避け切ってみなさいよ。これくらいで。
これはどう？そうか、兵器が心を持ったのか。私は人間です。そして人として生き、人として死ぬ男ね。愚かな娘、お前なんか黄金の翼。お前なんかが好かれるわけがない。私と同じ生き残りが、私の悲しみの聖戦の時、
光の軍勢の戦士として戦ったゆえ、そなたと同じように作られた魔導兵器と私は共に戦ってきた。懐かしい、そして悲しい。黄泉から蘇りし、人は進歩していなかったか。私を見て世界を判断するな。世界も人もお前などに見透かされるほど浅くはない。そなたのような道具がいるということは、世の中が何も変わっていないということだ。地が騒ぐ。これはどうだ。闇に帰りなさい。まだまだ我が力を見よ。なんと、世の中は変わります。変える人物がいます。悲しみの中から生まれ出る、そんな人が。自らが必要のない世界を進んで呼ぶのか。らちもない。うわぁ！世界は変わる。私がいらない世界になる。必要なくなり、ゴミ箱に捨てられようと。それも本も。今の望みは、私が死んだことを聞いたとき、彼の心にさざ波が起きること。人に好かれますか。